チ居酒屋くるみです、本日はですね、居酒屋の定番中の定番、厚焼き卵を2種類作っていきたいと思います。よくあるふんわり系のあの出汁が効いただし巻き卵が一つと、もう一つはですね、我が家でよくやる田舎風お弁当のおかずとかご飯によく合う感じの出汁巻き卵というか厚焼き卵、その2種類を、やっていきたいと思います。で、材料はですね、食材こちらになります。じゃじゃーん、さっき言っていた普通の出汁巻き卵、これは白出汁卵、あとお砂糖だけかな、それはなんかお好みで入れたり入れなくても結構です。で、もう一つの厚焼き卵が、ネギ、長ネギ、おいがつおつゆ、若干醤油、顆粒だし、それだけですね。ではやっていきましょう。はい、それではですね、まず2種類の卵液から作っていきたいと思います。まずはじめに、だし巻きバージョンやっちゃいます。卵液、これなんかね、多分ね、ちっちゃそうなんで4個5個ぐらい割っていきましょう。はい、じゃあ卵が割れましたら、お砂糖がだいたい小さじ1ぐらいうちは入れますね。で、普通に溶きほぐします。で、綺麗に溶きほぐしたら、白だしを、大さじ1ぐらい入れちゃいます。で、そこにお水を、はっきり言って入れれば入れるほどふわふわになるし、入れれば入れるほど美味しいんだけど、めちゃくちゃ巻きづらくなります。これ何 cc ぐらいあるのかな、ちょっとわかんないけど結構入れます。今かなり緩いの分かりますね。さっきいっぱい入ってた水ほぼ入れました。 60cc ぐらいかな、もう結構入ってますね。これでとりあえず卵液の完成なんですけど、これはちょっと置いておきましょう。で、お次に厚焼き卵の方なんですけど、私はこの顆粒だし、まあ、本だしでも何でもいいんですけど、このちょびっと入れるんですよ。小さじ1もないぐらい入れて、そこにぬるま湯で、熱湯だとちょっと卵が煮えちゃって茶碗蒸しみたいになっちゃうんで、ちょびっと入れて、まあ、なんか顆粒が溶ければいいかなみたいな、こんな感じで。で、さっきの卵なんかちっちゃかったんで、これ5玉じゃ我が家は絶対足りないんで、下手したら 10玉とか使っちゃうぐらい、LL サイズを、そうだな、2個ぐらい、2、3個使っていきます。めちゃ巨大にしちゃいます。まあ2個でいいか、合計8玉にします。で、普通に溶いて、8玉だったら多分分かりやすいと思います。皆さん大体4玉ぐらいで厚焼きとか作る方多いんじゃないかなと思うんで、いきますよ。麺味系のこのお出汁、いきます。じゃあ結構入れます。結構入れて、ここで若干味を見ます。もうちょい入れていいです。ちょびっ。で、そこにお醤油、普通のお醤油、ちょびっと。お醤油は基本そんなに入れなくていいです。隠し味程度にちょびっと、こんな感じ。はい、では基本のベースができたところで、次にネギを、切っていきます。みじん切りです。15センチぐらい。ではネギを投入します。全部全入れです。ネギがメインになります。で、ここにちょっとどん引く方はいらっしゃるかなと思うんですけれども、
ここに油をちょびっと入れます。小さじ1ぐらいで全体なじませます。では火をつけたので油たっぷり入れていきます。あ、このバージョンの時はこのキッチンペーパーいらないんだった。これの時はあの油大量でいくんですよ。引くぐらい、マジで引くぐらい。もう全体的にあのフライパン使うんで超広げてください油を。よし、じゃあだいぶいい感じかな。 まず少量入れます。見るかな、あ、ちょっと弱かったかな、火が。もうぐちゃぐちゃにしちゃいます。火をめっちゃ弱火にします。見えるかな、見えないな。で、寄せる。で、鍋をフライパンを傾けながらそーっと丸めていく。この段階で全然ぐちゃぐちゃで OK。 で、また端に寄せて火を大きくする。火を大きくしたらまたたっぷり油を入れて、ここで、卵ごともうワン回転しちゃうぐらい、こういう感じ。そしてそこに卵液流す。今度ちょっと多めで、この裏側に入れて、こっちも一回ぐちゃっとやって伸ばして伸ばして、この中に入れてちょっと火弱めて中火ぐらい。はい、で巻いていく。そう、なんだろうな、テコの原理を利用するというか、もう一回巻く。そして油をもう一回。よし、最後全部入れちゃう。よし、めっちゃデブッチョだぜ。私と一緒だぜ。やばいぜ。よし、火を落とす。ちょっと気長に待ちましょう。そんなにすぐは焦げないと思うんで、はい、いきます。ヒュッと。で、こういう時はこれ次負けないじゃないですか、場所的に。あ、ちょっとこいつをずらすんですよ。手前じゃなく奥に、下奥にやったらヒュッと。おー、失敗した。盛大に失敗したけど大丈夫、なんとかなる。よし、したら一旦こいつをどけます。こういう失敗した時のためにですね、こういう便利なものがあるんですよ。お寿司用の巻き酢。あ、でもでかいから負けないかも。親でデビッチョすぎた。ここに先ほどの卵を乗せます。乗せて、よし、折り込む。失敗しても失敗を恐れなくていいと思います。いくらでも修正効くんで。そして、まあある程度ね、いい感じの形ではあるんだけど、ちょっと最後ベラってなっちゃったから、これでじゃじゃーん、輪ゴムで軽くね止めます。あとは、なんだろう、5分ぐらいね、3分でもいいや、5分ぐらい放置すれば、全然完成。はい、では、もう一つの、居酒屋でよくありがちな、ふわふわだし巻き卵系、
それはですね、この年季の入った、もう十数年ぐらい私が使いこなしています、これもガス火専用の、あの本当に安い200〜300円、300〜400円ぐらいで昔ホームセンターで買った卵焼き器を使っています。なぜこれを使うかというと、高いやつよりもね、なんかもう年季入っていて油が染み込んでいるからあんまりくっつかなくて、あの効率よく焼けるんですよね。油たっぷり、油たっぷり引くんだけど、ここはキッチンペーパーで綺麗に拭き取ります。はい、したらちょっと火を中火ぐらいに弱めて、で先ほどの卵液を流していきます。はい、ぐちゃぐちゃぐちゃで、まあぐちゃぐちゃだけど巻いていきます。で油をぬりぬり濡らして、ぐちゃぐちゃだけど全然 OK。 はい、どんどん流して巻いていきます。上下に揺すって後ろに流して、こうね、ガスのいいところを上げたり下げたりで温度調整できるところもいいですよね。で端をやってくるっと、こうなんだろう、ふわっふわってやりながら、ちょっと今画角に入ってたかわかんないけど、ふわってやりながら、じゃあまた今度はちょっと油足りないんで油追加。はい、じゃあ流します。ちょっとなんか火力がちっちゃいかな、うん、思った通り。音でわかりますね、火力なんとなく。後ろ、あ、後ろ、前って流しておきます。あとの温度調整は、まあ、こっちでもやるけど、この持っているフライパンの高さでやります。で、巻いていきます。で、巻いていく。これもね、もう巻ききれなさそうだったら手前ではなく奥側にちょっと寄せてから巻けば全然 OK だと思います。で、ずらす。なんかやっぱ思った通り卵液がちょっと足りなさそうだな。全部入れちゃえ。微妙な卵だったな。ちっちゃい卵ダメですね、使いづらいよ。で、よくなんか このぐらい大きくなってきたら巻きづらいっていう人いるんですけど、したらここにぶっ刺せばいいんですよ。くるっと巻きやすい。まあ、私全然もう慣れてるからこれやんなくてもいけるんですけど、こうやってやってここ自体に思いっきり刺しちゃうんですよ。見えるかな、刺してくるっとロールしちゃうんですよ。もうこれで OK。 そしてこれの時には必殺技があって、めっちゃ弱火、めっちゃ弱火にして、これ四角いお皿、これにサイズが合うぐらいの100均なんですよね。これちょっと押さえつけるんですよ。グッ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 、これ結構形できてるけど、これで、最終的にこう形を成形してあげると綺麗に焼けるコツかなと思いますね。なんかぐちゃぐちゃになってもこれがあれば、なんか正直巻き数使わなくてもいけるんじゃないかなっていう感じですね。で、これ何度か繰り返したら、よし、完成ですね。よし、ふい、だし巻き卵完成。
はい、完成しました。イエーイ。ではお先にカシュットタイム。じゃあ乾杯する？乾杯。イエーイ、いただきます。あー、うめえ。ではこっちの田舎風厚焼き卵からいただいてみようかなと思います。はい、このど真ん中のプルプルからプルプルプル、いただきます。うん、ネギがまたたまらん。あー、うますぎやん。ジューシーだし、食べる？はい、りゅうちゃん好きやん。辛い。いつも好きなやつ。うまい。これね、超おすすめです。うん、まだ食べるか、まだ食べる、食べていい。好きなものね、うん、まーい。じゃあもう一つの方も食べようか。こちらのこのだし巻き卵の方ですね。ふわふわ風、断面見てください、この断面。綺麗ですね、これお寿司にもぴったりです。ではいただきます。うん、うん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 、これはこれで、あ、めっちゃうまっ。あ、うん、ママちゃん、ママちゃん、ママ、あの、私のいとこがですね、家に遊びに来た時に4本とか巻くんですよ、このだし巻き卵。私のこれが好きらしくて、あの、一気に1人で2本とか食べてくれます。それぐらい美味しいらしい。美味しいですね、もう両方美味しい。でもなんかご飯のおかずだったらこの厚焼きから、こっちはなんだろう、おつまみとかお寿司のネタとしては、まだ食べる？こんな感じだね。あー、やっぱ好きなの。ありがとう、食べてくれて。あなたはいつも食べてくれるね、ママの料理ね。おいしい。ママ、ママ。では、そろそろ締めさせていただきたいと思います。あとは家族とゆっくりね、いただいていきたいと思います。まだもう一本ね、動画撮ってるね、途中なんで。じゃあ、ごちそうさまでした。またゆっくりいただきます。本日のご視聴ありがとうございました。もしよろしければコメント欄などお待ちしております。また見てね。バイバーイ。リュ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 、バイバーイ。バイバーイ。イエーイ。